2019明治安田生命 J1 リーグ第24節ベガルタ仙台対湘南ベルマーレの一戦をユアテックスタジアム仙台からお伝えしてまいります。自分たちの進むべき道のりを信じる両者が J1 生き残りへ直接対決です。では仙台の予想フォーメーションです。今回は 4-4-2 の形を予想してみました。まあ、今回はジャーメイン・リオがサイドハーフに入るというところですが、どういうところポイントになるでしょうか。左サイドでどのように機能するか、自分のストロングを発揮できるか楽しみですよね。はい、湘南のスタメンと予想フォーメーションです。予想はいつも通りの 3-4-2-1 と予想してみました。累積警告の大野に代わって杉岡が3バックの左、そして高卒ルーキーの鈴木戸一が左に入るという予想ですが、左サイドの杉岡と鈴木が入った、はい、ここが注目ですよね。どのように機能するのか見てみたいですよね。はい、さあ先ほどはファーに出したが今度はどうか。中に入れてくるヘディングシュート、ここはクロスバーの上を越えていきました。前節で2ゴールを挙げた長澤駿を狙ってきたという形、ヘディングしましたね。はい、さあフリーキックです。また中に入れてくるところ、スオビックパンチングで対応。まだ湘南ボール、低いボール出してきた、抜け出したところ、中に入れてくる、クロスバー、いやポストに嫌われたか。ここからの抜け出し早かったですよね。要所でのその攻撃参加、この後もありそうです。さあいい形になる、ラストパスの精度が困難だが、もう一度中に入ってシュートはまだ続いている。シュートは右に外れました。最後は鈴木ですかね。鈴木戸一のシュートでしたか。これスウォービークは素晴らしいですよね。ゴールキーパースウォービーク、さあここは湘南がキープする、前を向けるか、山崎が出す、野田、そして上がってきたところ、中に入れて野田のシュート、スウォービークが再び成功した。こう前を向くと形を作りますよね。仕掛ける、中に入ったところ、石原、長戸のシュート、まだ続いている、中のところ流れた、八塚のシュートは大きく外れました。ジャーメンが仕掛けてですよね。石原も狙ってますし、このシュート惜しかったですよね。両チーム今日はクロスポストにシュートを叩いています。山根が入り込んでくる、そして山根に戻す、いい落としでしたが、ここ対応したのは仙台です。そして長く出したところ、石原が裏へ抜き出した、中を伺って長澤へは通りませんでした。ただまだあります。20の阿部拓磨が拾って長戸がシュートに行きました。そしてこぼれ球を詰め込んだ、道口のゴールが決まった。この時間先制はベガルタ仙台。いや今の攻撃は見応えありましたよね。右サイドで石原が粘って競り勝ってからですよね。いや長澤もすごい長い距離スプリントしましたからね。でこぼれ球拾って阿部からですよね。これ道口狙って走ってましたよね。競り合いを制して石原が走り込んでいる。石原のシュートは右に外れました。いやただ後半に入ってこの石原の働きというのはかなり目立ってますね。はい、この予測力すごいですよね。杉岡出して自ら上がりますが、ボールはまだ下の方。
鈴木と市とのコンビネーション、そして梅崎、さあチャンスを伺う、中に入れて落としたところシュートできた、繋いで繋いで最後は金子のミドルシュート、同点に追いつきました。湘南ベルマーレがこの時間帯の金子のシュートで同点。いやここまで来るボールの運び方は良かったですね。湘南右サイドから始まってるんですけどもね、繋いで繋いでですよね、おっしゃったように。さあいいところで阿部が今度はボールをつかむ、中に入れてきたところクロスバーだ、シュート打ってきましたが見事でしたよね。左から阿部が仕掛けて、アディショナルタイム4分台に突入、大きくぐりやした、そして山崎が持つ豊富な運動量、湘南ベルマーレ一気に持ち上がる、はい、水滴優位ですよ、左に出してシュートに行くか、行ききれませんでした。そしてここで長いホイッスル、ベガルタ仙台対湘南ベルマーレ1対1の同点、勝ち点1を分け合うという結果になりました。